はい、それではですね、トップ5の3つ目ですね。この3がちょっと出せる。3つ目。はい、いきます、えー。3つ目はですね、お金持ちに悪いイメージを持ってる人ですね。えー、こういう方もですね、お金には好かれませんよということですね、えー。お金持ちはですね、悪いことしてるというイメージ、思い込みとかですね、えーまあ、イメージがあるわけなんですけども、えー、例えばですね、お金から、お金,お金持ちからですね、えー、税金、 取ればいいいじゃないかとか、えー、まあねお金持ちはね性格が悪いのかっていうことなんですけどもうん、まあ、そうでもないんですよねお金がない人はじゃあ性格がいいかっていうとそうでもないわけなんですよね、まあ、両方いるとお金持っててもあの悪い人もいますしお金がなくても、まあ、いい人も悪い人も同じぐらいいると思うんですよね、はい、ですのでまあ性格によってですねお金があのこう何て言うかな 恵まれるかっていうことは全く関係ないと思うんですよね。はい。えー、まあだからお金持ちにですね重税を課せばいいっていうのもですねちょっと違うんじゃないかなと思うんですね。えー、そういうのはですね知識や努力ではなくてですね権力でお金を取り上げていくっていう発想になってくると思うんですね。今なんかありますよねあの、えー、投資したその キャピタルゲインっていいうううんですかねそのまあ課税されてるんですけども,もっと増やしていこうとかですねそういうこともあったりするんですけどもまあそういうことでもないんじゃないかなと思いますねはいお金を稼いでる人とかですねお金をたくさん持ってる人っていうのは、えー、自分が必要だと思っていることに投資したりとかまあ寄付とかですね、えー、献金をしたりっていうことがですね、えー、できてるわけなんですよねまあ損得関係なくですね、えー、自分の興味とか 好奇心を持ってですね、えー、出費行動するわけなんで、えーまあ、お,あのお店で買い物する時もですね値切、えーね、ったりはしないでしょうし、まあ、なるべく高いものをですね、えー、買ってくれるっていう,うことも考えられるわけですね、まあ、実際そうだと思うんですねあの例えばバッグとかありますよね高い女性が持つようなあのメーカー言わないですけどもああいうのだって限界を考えたらですねあんなにするわけはないっていうのはまあ 大体の人は分かると思うんですけども50万とか100万とかね200万とかするのもあったりするんですけれどもああいったものを作ってる会社もあるわけなんですよねバッグ一つでそれだけの利益利益というか売り上げが立つわけなんで、えー、まあ、潤うわけなんですよねですのでじゃあお金がない人がそういうものが買えるかとかですねそういったことを考えた時に、まあ、お金持ちが特に悪いっていうわけではないわけなんですよね、えー、まあ逆を考えるとあの同じことなんであれなんですけども えー、まあねお金がない場合はちょっとねもう極力値切って買うとかですね、えー、そういうこともありますので、えー、どちらの方がその社会にですね何、えー、て言うかないいことをしてるかっていうとやっぱりお金があるそこの面で考えるとお金がある人の方がやっぱり、えー、いいことをしてるのかなっていうふうには思うんですね。はい、だかかからお金があるととないとか っていうことにですね、人格っていうのはもうほとんど関係ないということになりますねはいなので、えー、まあ妬みって言っちゃうとそれまでなんですけどもお金が、あのー、お金持ちがですね悪い人だっていうふうに思う人もですねやっぱりお金があ寄ってこないのかなというとこですね、えー、一番最初のですね、あのー、お金が全てではないという人にちょっと似てる感じはあるんですけれども えー、まあそういうことですねはいなのでえー、極力ですお金持ちはどういうふうにどういうふうに考えてるのかなっていうことをですね知ろうとする方があのいいんじゃないかなと思いますねはいということでしたはいではですね4つ目ですね4つ目はですねこういう人もお金持ちにはちょっとなれないということなんですねはい えー、ここで一つ問題なんですけれども1回しか引けないくじがあったとしてですねこれ1回引くのに10万円かかりますと10万円かかるくじなんですねありますと一、えー、つはですね10個中1個だけ1000万円がもらえると他は全部ねあの全部没収です0円です、はいまあ、こういうくじがあるとでもう一つがですね10個中10個ともですね100万円が当たりますというくじですね これどちらを引きますかということなんですけれどもどちらですかね。まあ、あの大体の人がですねほぼまあ分かんないですけどもほとんどの人が、えー、2個目のです、ね、10個とも全部100万円がもらえるというこっちのくじを買われるんじゃないかなと思うんですね、まあ、あの10万円で10万円が100万円になるんで、まあ、そうなんですけども、えー、ただですねこれだとこれみんなそっちに行くんで、えー、お金持ちになるっていう要素がないんですよね えー、まあ最初のですね10個中1個だけ1,000万円であとが0円になっちゃう10万円没収されちゃうっていう方に乗るとですね、まあ、当たると1000万円なんですねでこれはですねあのい一見今の話だとあのギャンブルみたいな感じに聞こえちゃうんですけどもそうではなくて、えー、ちゃんとですねお金持ちっていうのはですねあの10万円で買うその10万円がですね ななななくくっっちゃててもいいよような感じのおお金にしておくわけなんですよねそういったあのリスクヘッジというか、あのー、なくなっちゃってもいいように策を講じておくっていうのが、まあ、ポイントになってくるのかなっていうところですね、はい、ですので、まあ、ギャンブルではなくてちゃんと見極めて、えー、やるとで当たるとやっぱりすごくお金が入ってくるということなんですよねはいなのでえー、まあ今のはねちょっとねあの その詳細というか詳しいお話になってくるんですけれども、まあ、可能性があるのであればそれにかけてみるっていうことが必要になってくるのかなと思います。まあ、これギャンブル的な発想でではななくてですよ、はいえー、なのでですね、まあ、捨て身にならなきゃいけない部分もあってくるんですけどもその捨て身でですね、えー、もう再起不能になっちゃうっていうことにならないような策をちゃんと考えておくっていうことも大事かなと思います。はい、まああのー 先ほどの、ね、100万円全部100万円が当たるくじっていうのもですね、まあ、勝てる勝負しか、まあ、勝負しないという五分五分でもですね、えー、やらないっていうことに、まあ、なってくるんですねそういう人が多いと思うんですけれども、えー、やっぱりですねリスクを恐れるばかりにですね、えー、そこにあるチャンスをですねもう逃すというかもう見えなくなってきちゃうっていうことがあるんじゃないかなと思います。 100%勝てるまで待ってるとですね人生終わってしまいますので、えー、そうではなくてやっぱりチャンスを逃さずですね、えー、挑戦していくっていうのも必要なのかなと思いますはいはいいよいよ最後5個目ですね、えー、トップ5の5個目になりますはいこれはですね、えー、特別な情報を探す人という,うことなんですね特別なな情報ってなんだろうあのー ですねまあ黄金の情報とかですねまあ誰よりも早くこの情報に出会ったとかですね、えー、まあそういったことに出会ったからといってですね、えー、特別な人とかですね出会ったからといって、えー、まあ成功を呼んだわけではないということなんですねまあ忘れちゃいけないのは与えられた状況で、えー、まあ最大の結果を出すということがまあ重要であってですね、えー、状況が悪い時にですね他者のせいにするんではなくて 最悪であればあるほどですね最善を尽くしていくっていうことが、まあ、重要になってくるのかなと思いますでまあ,あの上り調子の時ですねあの過信せずですね、えー、状況が良ければいいほどですね油断せずですね足場を固めていくっていうことに重点を置くのが重要かなと思います、えー、常にお金の成功はですね手元にあるカードから、えー、生まれてくるということなんで、えー、やっぱり自分の持ってる力を最大限に出して その状況でですね最善を尽くしていくっていうのがいいのかなと思います、まあ、人のせいにしないとかですねその状況のせいにしないこの会社がブラックだからなとかでそういうことではなくてその中でもやっぱり最大限の力を出していくと最善を尽くしていくっていうことがお金をつかむチャンスなのかなと思いましたはい を、えー、お金のない人のですね特徴のトップ5ということでですね、えー、上げてみましたはいですからこの逆をやればですねあのいい方向に向かっていくと思うんですねお金だけじゃなくてですね、えー、結構他のことでもいい方向に向かっていくと思いますので、えー、ちょっとこの辺をですね少し意識するだけでも変わってくると思いますので、えー、ぜひですね、えー、やってみたらいかがかなと思います。 今回の5つね、いかがでしたでしょうかね皆さんどのようにお感じになられたでしょうかはい。ということでですね、えー、また次のですね、お金の勉強で、えー、お会いしたいと思います。さよなら。いってらっしゃい。